スージー・クアトロは、アメリカ合衆国出身の女性ロックミュージシャン、シンガー・ソングライター、ベーシスト、ラジオ・ DJ、女優。50年以上のキャリアを誇る、女性ロック界の先駆者として知られる。女性が、エレキ弦楽器を奏でながら、ハードロックをプレイし、ガールズバンドも率いた草分け的存在として、音楽界に大きな足跡を残した。 プレジャーシーカーズ時代本名スーザン系クアトロッチオ。ミシガン州でトロイと生まれ。ミュージシャンだった父アートクアトロッチオはイタリア系であり、母ヘレン・レベルはハンガリー系であった。8歳の頃、父親が率いるグループ、アートクアトロトリオに参加。1964年からキャリアを本格スタートし、スージー・ソウルの芸名で、アネ・パティラとガールズバンド、ザ・プレジャー・シーカーズを結成。 地元デトロイトを拠点に MC5 やジェファーソンエアプレーンらとアメリカ各地をツアーで回った。この頃にまだ駆け出しのテッド・ニュージェントやボブ・シーガーといった同郷のロックミュージシャンとも交流を深めている。1969年にクレードルと改名しベトナムなど海外ツアーも行った。1970年6月にデトロイトで歌っている際、 ジェフベックのモータウンスタジオでのレコーディングのために、同地に来ていた音楽プロデューサーのミッキー・モストによって高い評価を受け、1971年末に同志を頼って投影する。オランダ TV 出演時1972年7月、ミッキー自身のレーベルロックレコードからソロ名義のファーストシングル、ローリングストーンを発表。フォークソング上の曲で、ポルトガルでは、 チャート1位となるものも他国ではさほど売れなかった。1973年に入ってからハードロック路線へのイメージチェンジのため、ソングライティングチームにニッキーチンとマイク・チャップマンを迎え、芸名もスージークアトロからスジクアトロに変わった。セカンドシングルのキャンザキャンはイギリスを含むヨーロッパ及びオーストラリアでナンバーワンヒットを記録する。 続いてリリースされた48クラッシュデートナデモンも大ヒットし、この年のイギリスベストセーリングアーチストフィメールシングルにて第1位となった。1974年にも悪魔とドライブ、ズビック、ワイルドワンが英国で大ヒットした。彼女のファースト及びセカンドアルバムはヨーロッパとオーストラリアで大成功を収めた。 日本でも1970年代の終わりまで大きく支持され、74年から78年まで5年連続で来日。1977年には大都市だけではなく中都市も回る大規模な日本ツアーを成功させ、関連したライブアルバムも発表している。しかしながら母国のアメリカにおいては、1970年代中頃に、 アリス・クーパーと共にツアーを行うなどの努力をしたにも、かかわらず、それほどヒットしなかった。1975年以降、彼女のヘビーで怪しい魅力を伴ったスタイルは受け入れられなくなっていき、人気は1978年まで好転しなかった。同年に、If You Can't Give Me Love がリリースされると、同作はイギリスとオーストラリアでトップ10ヒットを記録する。 アメリカでは引き続いて成功はしなかったが、1979年にスモーキーのクリス・ノーマンと共にスタンブリン・インをアース・レコードからリリースすると、同作は4位とアメリカで初の大ヒットを記録することとなる。この成功は短期間のものであった。彼女の最後のヒットは1981年前半にリリースされたロック・ハードであった。 オーストラリア・キャンベーラ公演1980年代に入ると女優業にも本格進出し、主にテレビドラマやミュージカルの分野で活躍した。1987年、日本のロックバンド、ボーイのシングル曲、マリオネットの B 面曲として、ザワイルド・ワンをボーイのボーカリスト・氷室京介とデュエットしたバージョンを発表。その後は音楽活動を縮小していたが、 ABBC 放送のラジオパーソナリティについた2000年代からまた活発化する。2006年2月、約10年ぶりのアルバム、バックツーザドライブをスイートのギタリストアンディ・スコットのプロデュースでリリース。アルバムのタイトルトラックは往年のパートナーだったマイク・チャップマンが提供した。2009年、本国の ABBC 放送からクイーンズ・オブ・ブリティッシュ・ポップにおいて12人のうちの 一人に選出される。2010年から2011年、かつて姉たちと共に弾いていた、ガールズバンド、ザ・プレジャー・シーカーズや、クレードルのコンピレーションをリリース。2014年、音楽活動50周年を迎え、記念を祝した、ボックスセット、ザ・ガール・フロム・デトロイト・シティをリリース。同年と、翌2015年に、20年ぶりの来日公演を、 開催数ジークアトロバンド2016年、長年の音楽に対する貢献を称えられ、アングリアラスキン大学より名誉博士号を授与。2017年、アンディスコット、ドン・パウエルのモトグラムロックプレイヤーと組んだ共作アルバムを発表。2019年、8年ぶりのソロアルバム、ノーコントロールをリリース。トレードマークのレザージェットスーツ1978年に、 長年バックギタリストを務めていたレン・タッキーと結婚し、日本で挙式している。二人の子供及びリチャード・タッキーがいたが、1992年に離婚した。1993年にドイツの工業プロモーターと結婚。女優のシェリリン・フェンのおばにあたる。後年はイギリスとドイツで暮らし、BBC ラジオにで毎週ロックプログラムの DJ を務める。 ソロデビュー以来、衣装は、レザーのジェットスーツを着用している。2012年4月、ウクライナ・キエフの空港で転び右膝と、左手首を骨折した。2019年以降のアルバム、ロー・コントロールと、デビル・イン・目は、息子・リチャードと共同で制作した。近年は、フェンダー製、ジャズ・ベースを中心に、ステータス・グラファイト製、S にも使用している。過去には、 フェンダー製テレキャスターベースやギブソン製の各モデル EB2、レスポールベース、グラバー、サンダーバード、リッパー、JD カスタムギター製、スーパーナチュラルモデル、PC リッチ製の変形モデルらを扱う場合もあった。内はリリース時の放題ザ・プレジャー・シーカーズ、クレードル名義。ありがとうございます。